皆さんこんにちは。今回ですね、今石橋楽器梅田店さんにお邪魔してるんですけれども、今回こちらの、レッドハウスギターの、ケリー・サイモンさんのシグネチャーモデルシアレッドオーガーが入荷されたということで、お店 の、 商品紹介動画で、恐れ多くもちょっと私秀樹畑中と申しますが申し遅れました。今回ちょっとこの、ギターを試奏させていただくということで、お邪魔しました。ちょっとこちらのじゃあサウンドを皆さんに聞いていただこうと思いますので、よろしくお願いします。でちょっと今回ヘッドラッシュペダルコードで、ケリー・サイモンさんのリグを使って音を出してるんですけど、まず素の音ですね、アンプの沈みだけのちょっとコードの音っていう感じで、ネックがこのギターのすごく握りやすくてですね、こうやってソフト V な感じなんですかね。そうですね、はい、ですごく手が吸い付く感じで握れるネックでして、とても弾きやすい印象です。以前ケリーさん の所有されてる同じギターも使わせていただいたことがあるんですけど、全く同じ印象で、で浅めのスキャロップ加工が施されていて、ビブラートなんかも非常に、こんな感じですごくスムーズにビブラートがかけられるということで、で、5等のロック式のナットとブリッジで、激しいアーミングもお茶の子再生。これピックアップはレッドハウスのオリジナルのピックアップらしいんですけど、そうですね、じゃあクリーントーンもちょっと一発出してみようかなと思うんですけれども、ミックス、3点式のスイッチになってて、真ん中にするとミックスになってタップされるということで、ケリーさんがいつも弾いてるクリスタルクリーンみたいなね、you
感じの音で非常に、このスキャロップも深くないんで、こうコードをギュッて握り込んでもそんなに極端なシャープはしないと思いますし、かといってこうあまり指先に擦れないのでビブラートもすごくしやすいという形で、すごく、ね、プレイアビリティの素晴らしいギターだと思います。でワンボリュームワントーンということで、ニューエラという曲をちょっとまあ弾いてみたいと思いますので、聴いてみてください。